ですね。で、今日ご紹介する商品は、あれ、皆様ね、このなんだか見たことあるようなみたいなね、あれまた同じみたいな気がしてるかもしれないですけど、別物です。はい、はい、ただあの春に、割と最近ですね、うん、にあのお袖がもうちょっと長くって、うん、七分袖ぐらいの、この同じシリーズで出てたんですけど、それがもうめちゃめちゃ人気があってですね、一瞬でしたよ、ね、一瞬でしたね、うん、はい、あの一瞬で入ってきてすごい人気で、追加入れてもらった分がもう一瞬でなくなっちゃ う、ね、気づいたらなくなってるっていう、そうですね、あのとっても大人気だった、はい、あのトップスですね、はい、の、半袖バージョン、はい、がちょっとねお袖が短くなったって感じですね、ちょっと短くなりましたね、はい、が入ってきたので、こちらをご紹介していきたいと思います。その名も切り替えフレンチカットソー、入ってます。前回は切り替えフレンチプルオーバーかなんかですよ、ね、確かに微妙にそう、名前はちゃんと変わりました。そうですね、はい、ちょっと変わりましたよっていうことで、ね、はい、はい、じゃあこちらをちょっと早速2人ともですね、色違いで着ております、はい、ちょっと画面で分かるかなっていう感じの、ねはい、カラーなんですけども、カラーが、はい、店長が着ているのが、はい、モフ、グレーベージュ、グレーベージュ、モフ、ね、戻ってきた、はい、で、私が着ているのがカーキブラックカーキになります。後ろはこんな感じですね、はい、ね、はい、ここにピーとラインが入っております。で、もう一色がブラック、はい、グレーベージュ、ブラック、ブラック、グレーベージュ、ブラック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 、はい、こんな感じで後ろがね、配色のラインが入ってるポイントになってます。前回が八分袖でした、はい、で七分じゃなかったですね、八分らしいです七分と思ってます八分袖だったものが、今回は肘上の細袖の丈感になってて、フレンチ袖になってます。でもフレンチスリーブって言っても、ちゃんと肘上まではくる形になってるので、ね、ちょっと肩出せないとか、腕隠したいって方も安心して着ていただける袖の感じになっております。はい、フレンチって感じではないですね、うん、そうですね、なんかハーフフレンチ最近見たのだとこの辺ぐらいとかなので、それに比べると本当に半袖の感覚で着ていただけます。で、ね、切り替えのその名前の通り、ここの切り替えがこう縦とこう横に入ってて、後ろがぐるっと入る形に、ね、はい、なってますね。ここが生地が切り替えになってて、ここにはテープを貼ってあります。はい、でお素材が、本体、はい、本体で本体綿 100% で、リブがお袖の部分にとか、はい、ですよね、と前か前のちょろっと入ってたりするんですけど、はい、ここがレーヨン 80%、はい、ナイロン 18%、ポリウレタン 2% 入ってます。なのでお袖周りのところはちゃんとリブが入ってるので伸縮性がある感じになります。で、あの開けた時にもこう見えない、ね、大事ですよね、はい、キーチェック、そう大事なここ見えるとやっぱ気になっちゃうの で、ここが隠れるっていうのも大事なポイントになっております。はい、でもちろん、ご自宅で手洗いが可能になっているので、もうこれから、ね、今日も暑かった。そうですね、なんか暑いっていうのがですね、結構ありましたよね。でなのでお家で手洗いしていただけるので、まあ、汗かいても安心っていう感じになっております。でおサイズは同じもの着ております。ワンサイズでフリーサイズになってます。着丈は店長の着丈で、はい、私156センチの身長で、はい、もうお尻は綺麗に隠れてます。太ももにちょっとかかるような感じになってますね、後ろはですね、はい、前はあのそこまでこう前後差があって前は上がってるので、こういうゆったりめ の、 あのパンツで合わせていただいたり、スカートもバランスは取りやすいかなっていうふうに思います。はい、私の170センチでちょうどお尻かかってる感じの着丈になりますね。まあ、ね、本当にボトムスもいろいろ合わせていただきやすいかなと思います。そうですね、本当はどうですか、ちょっと光が眩しくて見えなかったです本当に安定に直前までバタバタしております。そうですね、だいたいやっぱバタバタしちゃうんですよね。あ、待ってましたよっていうコメントありがとうございます。エラちゃん様、野呂様もこんばんみ、
お、始まってたってひまりん様ありがとうございます。よいしょよいしょ、コメントをね今さかのぼっておりますよ。5月も終わりに近づいてきて、夏物を買われた方が多いかなと思うんですけれども、やっぱりこう色味も結構大事で、今からやっぱりもう5月6月7月ってなってくると、だんだん色味がこう、なんていうか秋っぽい感じに色味が出ていくので、だいたい夏物出るのがまあ4月ぐらいからじゃんじゃん出始めて、ちょっと色物の可愛いね明るい色が出て、で本当に T シャツとか綿リネン系の素材とかが出た後はやっぱりこうだんだんこうシックなお色味に変わっていくんですけど、こういう生地感でこういう色味だと、もちろんね8月9月10月も全然暑いので、そういった時にも着ていただけるお色味になるかなと思います。後ろかわいいというコメントが皆様いただいておりますよ、ありがとうございます。あ、八分袖買ったの忘れてましたって、あれ来てください、まだいけると思います。全然大丈夫だと思います。梅雨時期気温ね一回下がるから、そういう時期とかには八分袖出していただいて、そうですね、こちらもね着心地は本当に同じなので、さらっと着ていただけるので、夏はもう梅雨明けたら本格的に夏が始まるので、怖いですね、着ていただきたいなと思います。はい、あ、脇チェック OK って言った皆さんありがとうございます。ジンコン様かな、素材や丈感は八分と同じですかって質問いただいております。丈感はどうだろう、丈感はどうですかね。同じ感じしますよね。変わんないですよね、この前の切り替えリブの部分とかもそんなにギュッて入ってる形じゃないので、あの何ていうのかな、ギュッてこう入り込む形で、やっぱりこう絞りがね、グッと入るわけじゃないですかね。インスタがいいんですかって結構聞いていただくこと多いんですけど、これもそのままざっくり出しちゃうんで大丈夫だと思います。はい、あ、後ろ下がりがいいですねっていうね、コメントと、ちょっと下がる形大事ですよね。素材切り替えデザイン可愛いですよね、皆様コメントありがとうございます。シワができにくそうですねっていうコメントもね、ひまりん様ありがとうございます。そうなんですよ、これね、やっぱ素材いいですもんね。いいです、ほんと気持ちがいい、さらっと着れるし、なんか綿っぽくないですもんね、あのね、チルケット加工やっぱしてあるので、結構さらっとしたさらっと感がある。今こういう私たち、あの前回ご紹介した、はい、今私たちは同じパンツを履いております。通称あの矢野パンですね。そうですね、矢野パンですね。新色、私の方がグリーンの新色を履いてて、はい、36ですね、36で、はい、短い方ですね、38の方が履いてるんですけど、はい、こういうちょっとカジュアルな合わせももちろん大丈夫ですし、結構こういう生地感で今から皆さんあのお仕事の時に着るトップスで、やっぱりこう室内に入ると冷房が効いてるから、はい、カーディガンを羽織りたいとかジャケットを羽織りたいで、その中に着るものってすごい探される方多いんですけど、お袖あんまり邪魔しないので、ジャケットとか着て、でちょっとまたね、ボトムス変えたいなと思うんですけど、そうですね、ちょっと綺麗めの感じでじゃあ行ってみましょうか。はい、なんかね、そういうインナーの、そうですね、そう、あ、矢野パンね、皆さん矢野パン大活躍ですよね、本当にあのね、あのメーカーさんも矢野パンって言っちゃうぐらい矢野パンが浸透してるということなんでね、ありがとうございます皆さん。ちょっと私もね、あの156センチで、まあ、そんなに身長ないんですけど、この36のサイズでしたら全然あの155、あの155以下の方はちょっともしかしたら長いかもですけど、私と同じぐらいがですね、まあ、160センチ前後の方はこっちの36のあの丈感でいいんじゃないかなというふうに思います。でこのほんとグリーンがすごい綺麗なお色味なので、こういう白とかですね、やっぱベージュ系の色とめちゃめちゃ相性いいですもんね。普通のほんとシンプルな T シャツとかで合わせていただいても可愛いかなというふうに思います。今オンラインね在庫入ってますので、ぜひぜひゲットしていただいて、変わりないかなって創作でしてるんですけど、はい、なかったですか。綺麗めの、綺麗めの羽織なんかないかなと思って、すごい。そうですね、あのさ、うどんちゃんとかにもありますね。カーディガン、これ着ます、これ着ちゃいます、シーラン、あ、それいいですね。着替えてぬるっと出てくるところが、はい、ボトムス変えてみました。先日
ご紹介してるんですけど、ストレートプリーツスカートですね、うん、このランダムのプリーツがかなり大人気のシア、スカートなんですけど、私今カーキですね、カーキを合わせてます。今ちょっと福岡店の補填とカーキとブラックだけになってるんですけど、カーキもちょっと濃いめのお色味なので、カーキ同士で合わせてもちょっと同色系でまとまる感じになります。もちろん黒でも全然、黒買ったよって言われる方は黒合わせで着ていただいても大丈夫です。ここの配色は黒なので黒黒で着ていただいてもいいですし、カーキで持ってきていただくとちょっと柔らかい感じで合わせていただけるかなと思います。サーディガンですさてで、やっぱりこう室内に入ると冷房が効くとか、外だと日差しが強いっていう感じになってくると思うので、こういうこれね、結構すっきりしたカーディガンなんですけど、こういうのも合わせて持ってきていただけます。もちろんこんな感じでインナーに入れていただくと、横の配色は隠れるんですけど、本当にシンプルなインナーとして使っていただけるので、お仕事の時だったらこんな感じで合わせていただいて、もちろんデニムでも OK ですし、さっきみたいにヤノパン、カジュアルなカーゴパンツ、今年やっぱりどこでも出てる感じになるので多いかなと思います。あとはこういうちょっと綺麗めのビーツも、ちょっとビーツの幅が広い感じのふわっとした広がるデザインのもので合わせていただいても OK ですし、早い着替えですね、こんな感じでボトムス履いていただくと、もうほんと全然違う感じで持ってきていただけるかなと思います。で、別にこうやってカーディガン重ねていただいて、後ろちょっと出る分には全然おかしくないので、あえてこんな感じで出してレイヤードで着ていただくのもいいかなと思います。で、もうすぐ井原店長が着替えて出てくるので、それでやっぱりその先がそんなに短すぎないので、私はちょっとスッキリめのパンツで合わせてみましたけど、はい、大人気の、はい、マルシャルですね。マルシャルさんの、はい、ギャザーパンツのクロップドの方ですね、で合わせてみました。はい、店長でサイズなの？私ゼロで、ゼロ、はい、合わせてますね。なんかね、店長の身長だと、はい、お尻ふわっと隠れるぐらいの長さになるので、はい、こういうマルシャルテルとか の、はい、すっきりしたシルエットのパンツで合わせていただいても大丈夫です。そうですね、はい、私もちょっとこれカーキで合わせたんで、うんうん、はい、色合わせ可愛いですよね。でもね、そうですね、色合いが白の方、オフの方はやっぱりベージュとちょっと柔らかいお色味なので、黒持ってくるともちろんパキッとなりますし、はい、こういうカーキで合わせるとちょっとナチュラルに持ってきていただけるかなと思います。このマルシャルさんの、パンツも、オンラインの方に今在庫がカーキと黒は揃ってるかな、グレーはちょっともしかしたら店頭しかないかもしれないんですけど、今カーキと黒は在庫あるのと、あとワイドの方がオンラインなくなってたんですけど、一応こちらも再入荷したのでオンラインショップの方に今上げてますので、ぜひぜひ、あ、買えなかったという方ですね、今チャンスでございます。3色とも揃えました。サイズ、1と2どっちも今サイズ入在庫ありますので、黒のですねセミワイドとベージュ、ベージュアース可愛いですね。ベージュアースも可愛い、うん、確かに色合わせめちゃめちゃいい感じですね。ベージュアースいいですね。感じも可愛いと思います。グレーも今1と2で在庫入っておりますよ、うん、はい。コメントでこれ読みました。もう一色は黒とピンクですかってことで、光が濃い、あー明るいですね、はい、黒とブラック、グレーベージュブラック、ちょっと光の当たり方で、そうですね、確かにちょっとピンクっぽく見えるかなと思うんですけど、本当グレージュ、グレーベージュ系のお色味になります。はい、どの色も使いやすいですよね、うん、前回が黒でしたよね。あ、そうですね、黒に黒でした、黒に黒でしたよね、真っ黒でしたもんね、確か。なので今回は配色のタイプになっております。やっぱり今から店頭でもよくお話ししてるんですけど、もう暑くなってくるとあんまりもういろいろ重ねてとかじゃなくてもうやっぱワンツーコーデで着たいじゃないですか。そうなってくるとこういうね、ちょっと一枚で本当デザイン性があるものっていうのは
ね、すごい使いますよね。私たち店長164センチにしてた。あら164センチになってるってコメントいただいて、すみません、154センチでした、すみません。156です。あ、ごめんなさい。155疑惑もあるんですけど、ちょっと健康診断でちょっと怪しかったんですけど、一旦156という、6で、すいません、めちゃめちゃ伸ばして長間さんと同じ身長にしてしまった。なんか私も打ちながら違うなと思ったんですけどね。公式プロフィールは今のところ155、公式プロフィールはちょっと全然、もしかしたら155ぐらいになるかもしれないんですけど、このところは、はい、すいません、156センチでしたね。はい。スカートと合わせもさすがチェックで、皆さんちゃんとね、身長もチェックしていただいて、すみません、間違えておりました。今年はカーディガンもたくさんですね。どれがどれか分からなくなってきた。オードリー&ジョン・アトとのは別ですか。これは違いますもんね。はい、そうです。オードリーのやつはカーディガンあれですね、この前のこれですかね。はい、これ合わせも可愛いですよね。確かに、多分なんか店長のこの白にこのブルーグレー合わせたら可愛いと思います。この間もこの色羽織りました。確かによく羽織っている。綺麗めも素敵、どんなボトムスでも合うですねっていう。井原さん、身長伸びました。すみません、次回戻ってます。ちょっとなんか羽織るとね、この中の色だけになるから、全然イメージ変わります。いいですね、いい感じですね。なんかこのオフはインナー使いもね、しやすいから、オフとかブラックはインナー使いもしやすいですし、特にカーキとかになったら下を白っぽい、思います。結構その綺麗めに見える生地感だから、本当綺麗めも合うし、こういうカジュアルラフなスタイルもありますよね。なんかね、夏ってやっぱリーフ柄とかよく出るから、ね、そういうあの柄物合わせとかももちろん OK だと思います。この素材感は本当ありがたいですよね。なんか使いやすいと思います。そのカーでいいですね。インナーと一緒に欲しくなってきましたって。ぜひぜひ。誘惑されてますね、これ、この間から。そうなんですよ。これもね、前後ろ着れるのでトップス使いにもなるし、結構着回しがすごく効くので、うん、七分袖の方をこの前購入しましたが、半袖もいいなって。絶対いいと思います。あの買った色と違う配色にされるといいんじゃないですか。確かに確かにいいと思います。そうなんですよ。またね、違う感じで着れるからですね、優れものっていう風にコメントします。これは使いやすいと思います、うん、結構ね、だって8分の時、あ、8分の時も色違いで買われる方多かったですね。そうなんですよ。す2色がいいとかの方も多かったですし、うんうん、1色買われてやっぱりもう1色いるって方も多かったので、まあね、全然色で雰囲気がね、変わるからですね。シンプルな T シャツと同じように何枚やっても使えると思うので、はい、ぜひぜひ袖バージョンも、はい、見ていただけたらなと思います。はい、はい、あ、商売上手。ありがとうございます。ね、皆さんお互いに止めないっていう、ね、そうなんですよね。誰も止めない。スタッフ同士もこれどうしようかな、いいじゃんいいじゃんって、ね、そうそう、もういいと思いますよ。誰も止めない。ちょっと誰か止めてほしくて聞きに行くんですけど、誰も止めないっていう。止めません。はい。で、はい、情報は全て言いましたね。お値段も言いました。全然言ってないですね、すみません、大事なこと言ってなかった、すみません。お値段が買い込みで17,800円になります。はい、ありがとうございます。いいですね、もうね、本当夏場はよくあの洗うと思うので、あの洗い替えで皆さん持っていただけたらなと思います。はい、はい、そして素材とサイズとお洗濯は OK ですね。はい、いいですね。も OK ですね。はい、はい、
以上となります、はい、ではでは時間もいい時間ですね。時間本当にいい時間ですね。はい、はい、それでは今日もね最後までご覧いただきありがとうございま す, いますではではまた次回。